はい、綾野さん、お久しぶりとは言いませんが、1週間ぶりの、収録ですね。収録はね、収録をほとんど毎日のように会ってますけど、ほぼは毎日会ってますけども、綾野さん、よろしくお願いします。こちらこそ。今回ですね、一応第4シーズンということでして、4回目の塊になりますんで、はい、いつもはね、だいぶ半年とか1年ぶりなんですけども、今回1週間ぶりで第4シーズン始まってますんで、はい、今回もよろしくお願いします。はい、一発目はですね、前回の続きで言うと、ブエノスアイレスのミランガ情報を、語りたいというのがあったんですけども、その前に、すみません、私、綾乃さんの人生初、フェリペ綾乃のグループレッスン参加してきまして、そこのですね、偉そうなんですけども、フィードバックといいますか、もう超緊張します。はい、あと綾乃さんもね、前回の収録でやっぱり日本人の方に、実は初めて教えて、そうするとフィードバックがあって、なんか学びがあるんじゃないかって言われたんで、それもちょっと聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、時系列で整理すると、綾乃さんが3月2日、土曜日、前回の収録日に当日に来日されて、帰国されて、で早速ですね、3月の5日火曜日にですね、このエスクトゥーラ、ストルクトゥーラです。これ4回目までに言えるようになりましょう。はいはい、このですね、構造というか仕組みですね、単語の仕組みのクラス、私出させていただきまして、非常に面白くて、なんかちゃんとお金払ってもらってますね。はい、お金払っていただいて、はい、ちゃんとあれです、ステマじゃありませんのでご安心ください。はい、受けさせていただいて、で非常に面白くて、でそこのですね、フィードバックをさせていただきたいなと。どうぞ。あんま私がね、ペラペラ喋っちゃうと怒られちゃうんですけど、いいです、はい、で、単語というか、をこのなんですかね、身体動作の方が多分強いと思うんですけども、それを構造的にこういう理屈でこうなってるんだよっていうのを説明していただいて、結構がですね、ハッと気づくことがいろいろありまして、で、綾野さんは前回の時も言いましたけど、グスタボ・ナベーラさん系といいますか、グスタボ・ナベーラさんから学んだメソッドを中心に、フェリペ・綾野で構成されているレッスンだったと思うんですけども、私は前にも言ってもかもしれませんが、月曜日、今日本にいる、ファビアンとホセフィーナ、ファビアン・ペラルタさんとホセフィーナさんのミンゴ・プグリエールさんのメソッドもたまたま同時に習ってまして、そうするとその構造を、そちらも構造なんですね、でそれを2つ併用で考えていくとまた面白くて、で今まで私ここで面白かったんで、知り合いの単語関係者にですね、ヒアリングかけたんですよ。日本にいらっしゃる、東京にいらっしゃる。そうするとミンゴさんの、ナンバリングシステムは習ったことはパラパラいらっしゃったんですけども、逆にグスタボ・ナベラさんの系統の、ですんで、オープンと、クロスという概念の、パターンを、習ってる人が少なくとも私の周りにいらっしゃらなかったんですよ。お、意外。世界的にはそっちの方が結構、おそらくメジャーですよね、主流だと思います。はい、今はね、はい、今はね。ただ私もしくは私の周りにいる単語関係者の方で習ってる人いなくて、それが新鮮で、で綾野さん、あちらの方が言われた主流って言われたんですけども、やっぱり世界的に見たら主流なんですか。だと思います。ほとんどみんなどこかでかじってるみたいな、はいはいはい、またはその先生の先生が習ってるとか、先生が習ってたとか、こうそうですね、はいはいはい、影響力は多分一番大きいじゃないですか。で、正直、今回1回しか受けてないんですけども、グスタボ・ナベーラさんの純度が 100% だとすると、どれぐらいの純度にしてて、どれぐらい、 あの情報はそのまんまです。あ、そこの1回目はストラクチャーの、あの情報はそのまんまです。伝え方とか、ね、説明の仕方はあるかもしれないけども、はいはいはい、情報はそのまんまです。ははは、そうなんですか。うん、そうそれがメインなんですか。あ、でも日本、世界では主流、はい、綾野さんが知ってる限り、はい、で逆に綾野さんの感覚でミンゴ・プグリエーゼさんの、8ポジションシステムって言ったらいいですかね、あちらの方は、マイナーじゃない、主流、当然有名ではあるけど、というか、やっぱりその当時は、はい、そういうことしてる人があまりいなかった、ね、90年代の時点では、80年代かな、80年代の時点ではもう数少ないそういう、こう仕組みで考えてる人だったので、その時はやっぱりみんなね、習ってたと思うんですけど、やっぱりこう限界があるじゃないですか、はい、ね、やっぱりこうグスタムシステムにいた方がもっと応用が効くので、いろんなものにどんな踊り方でも応用が効くので、だからやっぱりもっと広がっていったんじゃないかなと。分かりやすい、もっと簡単。ああ、なるほどね。もうもっとシンプル、もうめちゃくちゃシンプルだから。あ、ミンゴだとほら、もういっぱい覚えなきゃいけないことがたくさんあるじゃないですか。はい、わかりますよ。今綾野さんが言われたように、時系列的に言うと、80年代90年代に開発されたのが、ミンゴ
さんのシステムで、で90年もっと前だよ。もっと前ですか。うん、で僕はもっと前から踊ってるから。ああなるほど。うんうん、で90年2000年が私はグスタボ・ナベーラさんの。そうですね。だからちょっと 時期がずれてるわけですよね実際は。私もその火曜日のレッスン終わった後、うん、そのプラクティカ前ですね、うん、あのフェリペさん捕まえて、うん、であの英語が堪能なエッサにちょっと通訳をお願いして、あ、質問攻めしたんですね。いいね、うん、で今でも覚えてるのが、最初私の質問っていうのは簡単に言うと、そのミンゴさんのシステムとグスタボ・ナベーラのシステムの違いをフェリペさんはどう処理してるんだという質問をしたら、うんうん、私の理解だとフェリペさんはちょっと比べるもんじゃないと、うんうん、まあ、システムっていう、まあ、流派ってか、なんかね、2つ、まあ、つながってる時系列でつながってるものであって、うん、そのなんか例えば、〇〇派〇〇派っていう、 こう対立というか、うんうん、違うものじゃない、ね、なんていうの、矛盾するものじゃない、そうですね、うん、そう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 、私はてっきりその質問の段階では、うん、その、まあ、流派みたいな感じだと思ってて、違う、うん、最初フェリペさんと噛み合わなくて、うん、で英語で説明していただいて、あ、そういうなんか、だから時系列の軸を入れた方が、うんうん、まあ、この2つのメソッドは整理しやすいんだなというのが私の理解でして、うんうん、だから今日、まあ、これから火曜日あるんですけども、はい、まあ、2回目3回目4回目、どんどんこのグスタボ・ナベーラさんのが深まっていくのが楽しみで楽しみで、そうやっぱりもっともっと簡単に、もっと楽に、もっと楽になる、ほらこの前言ってたじゃないですか、やっぱりこうやってこう簡単に理解できるようになると、頭でそのステップとかこれがどうなるかということに、何、能力をつかなくていいから、はいはい、もっと違うことに、なんてこう集中ができますよねみたいな、例えば女性だったら、フォロワーだったら、その次は何のステップかって考えるんじゃなくて、もっと音楽を聴いて、もっと気持ちを伝えて踊れるとかね、あとまたはそのリーダーだったら、もっと周りのことを気にしながら踊ることができるようになるとか、その次にどうやってリードをするかとか、そういう心配はもうしなくてよくなるので、はい、うん、っていう話をしてましたよね。おっしゃる通り、今綾野さんに私が、まあ、正直ミンゴさんとグスタボさんのメソッドを習って自分が感じたのは、これがそのなんですか、頭の理解を超えて腹に落ちるというか、体に落ちてくると、私の脳、まあ、男性のリーダーさんの、そのなんか踊ってる時のなんか、脳の作業に余裕が少し空く、キャパが空くって言ったんですかね、なんか目いっぱい次のパス次のパス音楽聴いて女性の輪動って考えてたものが少し、余裕ができてきて、でその余力というか余裕の部分を今綾野さんに言われたように違うことに使えるっていう脳みその使い方、体の使い方ができるんじゃないかなっていうのがすごい、つまり踊れるようになるっていうことなんですよ。踊るっていうことはいろいろ考えてたら踊れないから、そうなので当然、まあ、単語ですね、即興の部分があるから振り付けでもないし、そうするとやっぱり最低限 この思考をやっぱ続けなきゃいけなくて、だからその脳の余力、幅が、そうですね、余裕ができるというのがこう感じて、あ、これは面白いなと。はい、あともう一つは楽しむもんだから、単語はおっしゃる通り、ね、もう男性すぐ頭使ってしかめ面で踊っちゃうから楽しむもんだ。でもう一つ感じたのは、そのミンゴさんとグスタボさん習ったら、うん、やっぱりパートナーさんと練習してる時の会話が変わるんですよ、うんうんうん、例えば先生からこのパスを、まあ、綾野さんたちはパスを下ろすってことはないんですけども、うんうん、月曜日の先ほど言ったファビアンさんのクラス、うん、パスを教えてくれるんですけども、うんうん、今までだったらパスをまあレッスンで習って、うん、でその後は今だったらビデオ撮影 OK じゃないですか、うん、でビデオ撮影して、でそれを持って帰って、まあ、パートナーと練習すると、うん、でそうすると動画を見て、あ、これこうやったらこうやったなっていうことで、うん、その何ですかね、まあ、再現モノマネを始めるわけですね、うんうんうん、でそれが見よう見まねって、ね、そうまさに見よう見まね、うん、でそれが、その2つのメソッドが分かってくると、うん、あ、ここに足があると次はこれしかないよねというか、選択肢が限られてくるんで、うん、それの、まあ、そこに何ですかね、飾りというかアドルノを入れるというか、ちょっと入れスパイスを効かせるというか、うん、それをやられてるんだなっていうのはすごい、でそれをパートナーさんも分かるというか理解してるんで、行かなきゃダメだよ、そう21世紀だから、おっしゃる通り、受け身じゃないから、はい、フォロワーをやることにたくさんあるから、そうだから非常に楽なんですね、うん、はい、で私の正直な印象ですと、ミンゴさんの方は、まあ、男性は必須で、グスタボ・ナベーラさんは男女ともに必須だなと思って、だからこんなにダンクスが進化したんです。そう、あ、それはね、うん、思いました、うん、もうだってジゼル&がめっちゃ理解してるもん、ストラクチュー、ストラクトゥーラ、
ですよね、彼女の方が説明がもっとなんか的確だったりするから本当にすごいなんか分かってる、今言ったジゼラさんっていうのはあのグスタボの今のパートナー、今のパートナーそうですね、もうあと何年、はい、十何年、はい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 、わかります。だからそこがね非常に面白いんですよね。だからなんかこの、まあ、2つの、まあ、2大有名メソッドといいますか、うん、分析方法を学ぶとやっぱりその会話が変わってくるんで、うん、練習もなんかしやすくなるというか、だからあといずれ電話でねできるようになるといいです。あ、あの前言っていただいた都市伝説がそうそうそう言語化でね、そうそうそう、確かにできると思う。書き起こしすごい大事ですよ。するとやっぱり何が分かってて何が分かってないかが分かるから、はい、これは本当にね、本当にこれは冗談抜きで、営業主抜きで、まあ、男性で、綾野さんのクラスで言ったら、まあ、正直あの、民語スタイルはまあ男性は必須、うん、で、綾野さんとフェルペさんが教えているグスタボシステムは男女ともに習った方が、今後の単語ライフが相当楽、いい意味で楽になる。そうね、そうね、うん、私もそう思う。私も本当に変わったので、これで。で、これを知らないで、うん、まあ、3年、5年過ごすのと、これを知ってれば、濃度が変わってくるんで。だから暗闇の中でこう手探りで踊ってみたいな感じなんですか。そう。いや、おっしゃる。暮らして、何か分かんないみたいな。全く何も分かんないみたいな。そう。で、まあ、あとは記憶力。これ見るとこう、パーッとこう霧が晴れたように、そう、こう地図ができるっていうか、あ、こういうことなのねって分かって、あ、これは私できてないみたいな。分かるじゃん。だからその昔はそれこそ、グループレッスン後のビデオ撮影も NG だったじゃないですか、うん、そういうレッスンがあって、うん、その時で今はビデオはあるんだけども、うん、3日経つと、うん、ね、動画は手元にあるんだけどこれどうやったんだって分かんなくなるじゃないですか。つまり何が起きてるか仕組みが分かってない。そうそうそう、そうですね、動画としては当然理解できるんだけど、うん、仕組みというか細かいところ分かんないから、うん、まあ、そこがね本当上がるんで、もうぜひ必須だなと、はい、よかったです。はい、だからすごい、ちょっと緊張しました。とてもません。なんかよく、いいフィードバックで、はい。ありがとうございます。よかったです。はい。で次木曜日、これすみません、私ですね、お休みさせていただいて、ちょっと用事が、もちろん毎週木曜日ですね、ちょっと忙しくてですね、このクラス、油っそ、どうでしたか？これも、やっぱり結局、油っそがないと踊れないので、はい、特にミロンガで踊る場合はね、これがすごいやっぱり基本で、これがちょっと足りてないっていうところで、第1回目はまず基本のところから、ポスチャーというか、どうやって体の使い方をしたら油っそをしながらお互いに自由に踊れるかっていうこと、はい、あと結構ほら体が痛くなっちゃう人いるじゃないですか、はいはいはい、なんかあ腰が痛いですとか、腰痛くなっちゃダメなんだ、痛くならないわけ、そうそうそう、本当に正しく踊れば、ね、正しく踊ってれば体は、まあなんかまあ、足がいずれ、ね、10時間踊れば痛くなるのは当たり前ですし、お尻の筋肉が痛くなるとかね、それはまあいいと思うんですけど、なんか腰が痛くなったり腕が痛くなったり頭が痛くなったりっていうのはやっぱり何かがうまくいってない、はいはい、で正しい体の使い方をするともっとお互いがの体が自由に動くことができますよねっていうところから入りました、はいはい、次はもうちょっと心のところに、今週は心のところに入れるといいなと思います。いいですね、若干宗教っぽくなってましたけど、心にやっぱり油っそは心につながってくると、とか単語ってさ、心が触れ合って踊るものだから、心入ってなかったらやっぱり体だけで魂なしじゃないですか、はい、そこをある種、まあ、教えられるというか方向性は示せられると、うん、そうそうそう、あ、これは面白いですね、うんうん、はいはい、で次土曜日、土曜日私これ実は、ね、単語イントロですね、これ参加させていただいて、チャルラの後、はい、で前回ですねの動画でまだ決まってなかったんですかね、この実はチャルラっていうのがありまして、このチャルラっていうクラスが、2時から1時間、そう、うん、でそのあと3時からこの単語イントロがありまして、 それぞれ別々に別に一緒に出なくてもいいです、はい、それぞれで、さらにその後にいつも名物のプラクティがあって、そうです、ですね、土曜日はもう盛りだくさんで、そうなんです、で私しかも今週末私トドスでその後の DJ やる、もうすごいスケジュールですね、綾野さんならできる、はい、頑張ります、はい、でチャルラですね、私ですね、なんだと思って、だけど正直適当と言いますか、うん、行ったらなんかすごい人いて、すごい人いたね、25人とかいたらしい、いや持ってた、うん、25? い, た、いや、もう、うん、もっといた、すごい、30人近く、なんか椅子足りなくなって、そうそうそう、微妙に、ICA さん の, 座りやすい椅子が足りなくなって、うん、びっくりしたっていう感じ、ね、でお声かけいただいて、はい、ありがたいです、
そうですね。でこのクラスが、これはこのクラスも、4回シリーズというか、3末まで毎回やる、ね、とりあえず2回やろうって、いやどれぐらい需要があるのか分からなかったから、じゃあまずちょっとすごい準備めちゃくちゃ大変なんで、はいですよね、とりあえず2回だけやりましょうって言って、でもしニーズがあったらもっとやってもいいねということで要検討中です。あ、じゃあ一応次回のは16日の土曜日は必ずあると、チャルは2回目ですので、今週は必ずやる、はい、で3週目以降はまあ分からんと。そうそう、これはね、つまりあの単語ポエトリープロジェクトって今までやってて、でも英語なんですよ。で YouTube で見れるんですけど、あの日本向けに日本語でやってくださいみたいなあの要望が来まして、はいはいはい、あの日本向けにやってみました。はい、なんか単語の詩の心分かりました？なんかちょっと身近になりました？私はあれですよ、もうこれまた学んだことすぐ使っちゃって。あ、そうなの？何やったかっていうと、ほらあの綾野さんがルネスっていう曲を、曲ね、うん、日本語だと月曜曜日っていう曲を紹介していただいて、でルネスってインストルメンタルのバージョン、ダリエンソさんと、うん、あとアーヘルさんの歌詞が入ってるバージョンあるじゃないですか、そうそう、デアンジェルさんの、うんうん、で2つあって、アヤノさんはデアンジェルさんの方の歌バージョン、そうそうそう、であの歌詞の中にあの固有名詞のホセフィーナって入ってるんですね、うん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 、でそれも知って、あ、そうなんだと思って、早速私あの月曜日あのファビアン・ホセフィーナさんのクラス行って、うん、ルネスでデモンないのかってなんかちょっと知ったかぶりして、偉そうにホセフィーナさんに行って、え、なんで、いや、ホセフィーナの名前が入ってるじゃんっていうですね、ちょっとですね、俺歌詞知ってるぞアピールのですね、ちょっと、そういうこと、私の自尊心だけを、そういう使い方をさせていただいて、はい、あまりメジャーな曲じゃないんですけどね、はい、歌詞がすごい面白いので、なんかこう真面目な日本人にすごいもうグッとくるでしょ。わかる。であと面白かったのは、その場所にいたあの DJ ののりこさん、うん、で DJ ののりこさんはかけるときは、うん、あのインストルメンタルの方、ダリエンソの方ばっかかけてたそうで、うんうん、逆にデアンジェルスで、あ、歌詞ってこういうのがあるんだ、うん、そうなのってです、ね、面白がってまして、うん、だからこれが、ね、単語のね、同じ曲でも歌詞あり歌詞なしとか、うん、あとさらに歌詞の意味で、当然あの固有名詞が入ってるだけじゃなくて、いろいろね感情を揺さぶる、まあ、当時のスペイン語が入ってて、それを知ってると知らないだけでもね、うん、曲のなんて、たしなみ方が違ってくるんで、うん、だからこのちゃんとって、チャルラですね、ごめんなさい、チャルラっていうクラスも面白いと思いますんで、引き続き来週も期待しておりますんで、はい、で単語イントロ、これが今の、初心者向け、そう、どうでしたか、初心者に、日本人の初心者の方を初めて教えて、まあ、前回の動画の続きになりますけども、学び、どんな学びがありましたか。あの意外と、まあ、世界、単語はみんな共通だねっていう。ああ、なるほど。まあ、じゃあワールドワイドな初心者と日本人の初心者は一緒だったと。そう、あ、はいはい、結局ほら疑問になってくることも同じだし、引っかかることも同じだし、はい、あの意外と結構みんなが質問をしてくれたので、だからそれがしらーとかなったら嫌だなと思って、はいはいはい、やっぱりほらこう一方的になると ね、まあ、そうですね、学びってやっぱりこうあんまり質が良くないと思うんですよ。こう両方行った方が、で疑問、誰かが疑問があるところっていうのは絶対他の人も疑問に思ってるわけ。まあ、そうですね、そうですね、やっぱりそこで出てくるっていうことの自主的にこうあの 学んでいく姿勢っていうのは、はい、受け身じゃなくてねっていうところがやっぱすごく単語の学びにはすごい大事だと思ってるので、あのいっぱいみんな質問してくれて、こう割とこう和気あいあいとできたのがすごい嬉しかったです。そうですよね、はい、私も参加させていただいて、うん、で本当ね、綾野さんとフェデペさんのクラスはなんか思ったのが、やっぱなんですかね、大人数相手を想定してるんだなっていうのはすごい感じて、うん、人数いた方が楽しいでしょ。はい、ね、でやっぱり、ね、人数の日本の場合は、ね、グループレッスンあんま人集まんないから、うん、まあ、ちょっとねそれはなんか環境が違うっていうのも正直あるんですけど、うん、だからこれが仮に、当日集まった人数の倍集まっても回せるんだなっていう、私はいや、だって100人ぐらい教えたことあるから全然大丈夫。私そういうほら仕組みの方を分析するのは、あの教授法を分析するのは大好きだから、うん、あ、こうやってんだっていうのが面白くて、うん、はあ、それでね、やっぱり初心者の人、まあ、全員残ってくれれば嬉しいけど、うん、まあね、まあ、半分3割ぐらい残ってくれて、特に男子は、うん、でこれがね、単芸論、まあ、ミロンゲーラに、うん、ミロンゲーロになっていってくれるのが一番のポイントだと思うんで、今回はあと結構やっぱりその両方逆の役割習いたい人、はいはい、経験者の方も結構たくさんいらしてもらったので、まあ、特に、まあ、フォロワーっていうのはすごい難しいので、はい、あのリーダーの方がフォロワーに転向してじゃあ実践できるかっていうと、もうちょっと時間がかかるかもしれないんですけど、はい、フォロワーからリーダーの転向はめっちゃ簡単なので、はい、もう4週間後にはもう実測戦力として
日本た、東京単語会の日本会に即戦力としてどんどんあの増産していこうとガシガシ、はい、熱いですね、はい、もう私このクラスで注目しているのはですね、全くの初心者あの男性2人いて、そうあの2人がね、2人ともなんとか生き残ってほしいんですが、ね、頑張っていただきたいなと。楽しんでくれることが一番、はい、あの上手になるのは後でもできるんで、はい、やっぱりこう単語と声に落ちるってことが大事なんですよ、はい、それがやっぱり私たちの目標なんで、ビギナークラスで、はい、初めて来た人は単語が好きになってくれる、重要ですね、はい、で全くね、先ほど言ったように2人、初心者の方男性2人いらっしゃったんですけども、うん、あと経験者の方、私があの東京単語会話で見たことある方、うん、もう結構いらっしゃって、ね、だから人数がね結構集まったんで、恐縮です本当に、まあもうね、じゃあ綾戸さんも学びがあってガシガシ日本で教える、あと日本人のまあ生徒さんから学ぶことがいい、あと残り3週いっぱいありそうです ね、やっぱりほらみんなが もっと単語楽しめ、もうすでにね単語が好きだからやってるんであって、はい、でももっともっと楽しめるようになると、そういう 手助けができるといいなと思ってます。いいですね、わかりました。じゃあですね、私の、勝手な企画、グループレッスン受けてみてのフィードバックこの辺にさせていただいて、あの多分みんなが聞きたがってるですね、あの現地ブエノスアイレスのミロンガ情報、はい、これがですね、もう綾野さんで喋っていただいたら終わるのか、お尻が決まってるんですけど時間内に収まるのか不安いっぱいですけど、次の回、はい、2回目に行きたいと思いますので、はい、1回ここで切りたいと思います。はい。